お世話になります。一人でございます。緊急速報です。あの2020年4月22日に公開予定で話題になっていた劇場版ポケットモンスターココがなんと公開延期になってしまいました。今回はこの映画の延期のニュースについて詳しく話していきたいと思います。まずこのニュースは2020年5月13日の17時頃に公開されており、映画を待っていたファンからは私を含め悲しみの声が上がっています。公式サイトでも情報が公開されており、まずは引用させていただきたいと思います。この度2020年4月10日金曜日より公開を予定していた劇場版ポケットモンスターココについて、新型コロナウイルスの感染拡大状況から公開日の延期を決定いたしました。楽しみにしてくださったお客様には誠に申し訳なく、心よりお詫び申し上げます。今後の映画公開予定や前売り券の発売日については決まり次第映画公式サイト SNS でお知らせします。つい先日特別前売り券の発売日が延期され、つまり実質的に配布ポケモンの色違いセレビーの配布が延期され話題になっていましたが、まさか映画自体も延期されるとはあまり現実的に考えた人は多くなかったでしょう。私も口では延期される可能性もとは言ってましたが、なんとなくどうせ大丈夫だろうと密かに思っていて、本気の本気で延期されるとは考えていませんでした。それがまさか本当に現実になってしまいました。しかもなんと驚くべきことは、まだそもそも映画自体が制作中だということです。映画界隈については全く詳しくないので当然のことなのかもしれないですが、公開2ヶ月前にしてまだまだ制作中なのは相当にヤバそうな気もします。私はてっきり公開の数ヶ月前にはほとんど仕上がっていて、あとは微調整的な感じかと思っていたのですが、公式ツイッターのニュアンスではまだまだがっつり制作途中で終わらないという様子が伺えます。劇場版ポケットモンスターココの監督である矢島哲夫監督も今回の延期にあたってのメッセージがツイッターの映像にありました。延期になっちゃったけど楽しみにしてくれているみんなに必ず届けるから、スタッフ一丸となって制作してます、もう少し待ってねとあり、さらに監督個人のツイッターでも、劇場で公開できるようになった時めちゃめちゃ楽しんでもらえるようにスタッフ一同頑張って制作してます、皆さんと作品を共有できる日を僕も今から楽しみですと、ファンに対してポジティブなメッセージではあるものの、印象的にはやはり制作がまだまだ絶賛やっていて、その制作事情だけ考えても公開はしばらくはやはり厳しそうな気がしてきます。さらに公開延期日の具体的な日にちが設定されず未定となっているのも余計にきつそうな状況が伺えますね。今までの状況から考えてもコロナの先行きが全く予想できないので未定は当然といえば当然ですが、それでも日にちが設定されないのは大幅に延期される可能性も十二分にあるということですよね。しかも制作途中ということに加えて、今のこのコロナウイルスの影響で制作環境までも今までと違うという意味でも大変でしょうし、単純にやりにくさとしても相当に制作に困難を極めそうな気もします。そしてたとえコロナの状況が落ち着いても、いろいろな専門家の意見を見る限りはワクチンが開発されたりするまでは出勤ができるようになってもしばらくはいわゆる3密を作らないようにしなくてはならないと思いますから、世界の状況がどう転ぼうとも制作が大変という状況には変わりないでしょう。この制作効率という観点から見てもやはり公開が伸びるのはやむを得なそうであり、しかも大幅に伸びる可能性も普通にあります。さらにそもそも映画館自体も同じく、たとえ緊急事態宣言が解除されたとしても今までほどでなくても3密を控えるよう努めなければならないでしょうから、映画館がちゃんと稼働するまでに時間がかかるでしょう。また客の入りも3密を避けるため1回あたり半分以下に抑えないといけないと思うので、映画1つあたりの公開期間が伸び、それに応じてポケモンの公開もどんどん先になる可能性は十二分にあります。しかもポケモンは子供にファンが多いため、ファミリーで、つまり大人数で見ることが多いので、他の映画よりも映画公開に関して特別な措置がなされることもありえそうです。また他にもまだ大きな問題があります。それは他の映画の公開も延期されているという事情です。7月に公開予定されていた映画はもちろんポケモンだけではないでしょうから、他の映画も延期になっていたりして、また5月や6月の映画も延期されているものもあるでしょう。しかも3月などにすでに公開していても実質的な公開期間が短すぎて、これも公開期間がどんどん伸びていく事情もあるでしょう。そうすると公開延期延長の映画がどんどん溜まってきて、それは膨大な数となるはずです。こういうことも踏まえて考えると、ポケモン映画の公開は私たちの想像するよりはるかに先、例えば秋や冬になってしまう可能性もかなり高いです。とにかく一言で言えばめっちゃやばいということです。もちろん映画公開延期に伴ってザルードはもちろん、色違いセレビーもかなり先に延期になってしまいそうです。せめてこいつらだけでも頼むと思ったりもしますが、本当に残念すぎますね。
で最近のこの映画の公開延期に加えてテレビアニメも制作が見合わせられていますから、6月末に配信予定のソードシールドエキスパンションパスの鎧の孤島の延期もかなり現実的になってきました。これに関しては他の動画でも考察していますが、今回のニュースで延期される可能性はめちゃくちゃ上がったと思います。ほぼ同時期公開の映画でさえ制作がきつそうなので、ゲームの制作もきつそうというのは伺えますし、何よりもゲームはリリース後のメンテナンスやセキュリティ面の危険性もあるので、そういう意味でも延期路線は濃厚でしょう。少なくとも鎧の孤島の後に配信開始される冠の雪原は先送りになる可能性はかなり高そうです。でも最近の剣盾ではしっかり期間限定レードも開催されていますし、なんなら1週間ごとにあるので、普通に鎧の孤島をプレイできる可能性もまだまだ残されてはいます。まあ一言でまとめれば、どうなるか分かりません。信じるか信じないかはコロナ次第です。